これから新しいテレビを買おう。あ、レイコさん、お元気ですか？はい、元気です。昨日ボーナスをもらいました。少ないと思いましたが、毎年の平均ボーナスより 10% 多くもらいました。嬉しいです。よかったですね。ボーナスをもらったらテレビを買おうと決めていました。これからデパートへ行きます。デパートでセールをやっているらしいです。テレビですか？僕は子供の時いつもテレビを見ていました。テレビを見なかったらもっと成績が良かったと思います。なのでもうテレビを見ないと決めました。テレビを買わないで他のものを買った方がいいですよ。そうですか？でも何を買えばいいか分かりません。貯金しますか？貯金はしないと思います。ボーナスをたくさんもらいましたから何かしたいです。フランスへ行こうと思いませんか？いいですね。もちろん行きたいです。さくらを誘おうと思います。一緒に行けたらいいですね。実は僕もひでちゃんと行こうと思って誘いました。ひでちゃんもフランスが好きらしいです。そうですか。みんなで一緒に行きませんか？困ったことがあったら助けてあげますよ。いいですね。さくらに相談しよう。また連絡します。